はいどうも、今回は HTML&CSS リンクでできる範囲を全体に広げたいという内容をやっていきたいと思います。まあ、HTML の A タグっていうですね、リンクのタグの話になっております。まあ、どんな話かというとですね、こちらになるんですけども、はい、リンクできる範囲を全体に広げたいということで、この上のメニューは文字のところだけがリンクになってます。文字のところだけがリンク、下のメニューは全体ですね、全体がリンクになってます。全体、ボタン全体って感じですかね。はい、こういうのもありますね。こういうふうにブログ記事の一覧とかですね、これも全体、画像もこのタイトルという文字もリンクになってます。ただ間がね、ちょっとリンクが抜けてる部分がありますね。はい、に対して下の方では画像とタイトルがあって、その間もほらバッチリと埋まってるみたいなね。はい、ちゃんと全体がリンクになってる。はい、まあ、あとはですね、アイコンをね作って、アイコン付きメニューとかした時もそうなんですけども、このね間がねならないという時にどうしたらいいのか、これ結構ね質問がね多かったりするんですよ。なので今回ちょっとね、ここにギュッとフォーカスしてやっていきたいなと思います。はい、で今ですね、ちょっと準備してます。特に中身は何もないんですけども、はい、画像が2枚あってですね、まあ、この画像しか使わないですかね。画像があって HTML と CSS ファイルがあるね。で CSS ファイルはなんか入ってますね。空にしましょうかね。はい、空。 HTML ファイルも特にほとんど何も入ってない状態です。で、通常先ほどのメニューとか作るときにこうやってね、 UL っていうですね、はい、アンオーダーリストで、リスト A があって、ここに文字が入るということでメニューが入りますね。はい、まあ、これが通常のリンクの作り方ですね。こうやって、はい、5個ぐらい作っておきましょうか。じゃあこれを見てみますね。これを見てみると、おお、今こんな状態ですね。こんな状態。はい。でこれを例えば、まあ、この時はこれでいいんですよ。この時はこれで良かったりするんですが、これをメニューにしたいんだっていうことで、これをよいしょ、これをですね、CSS を使って、はい、UL に対してディスプレイフレックスとかかけてあげてですね、横並びにしてあげる。で、一個一個のリストに対してどうしましょうかね。横幅を、そうだな、はい、まあ、マージンでちょっと隙間だけ開けときましょうか。で、背景をつけてあげましょうか。背景ちょっと薄いグレーかなんかにしましょうかね。ジャスティファイコンテントスペースアラウンド、まあ、こんな感じです。こんな感じにしてあげると、こういう風にね、リンクが広がると、こんな感じになってます。はい、で一個一個をどうしようかな。一個一個をですね、横幅を、横幅を200ピクセルくらいにしましょうか。はい、そうするとこんな感じ、こんな感じで、この時にここがリンクにならないんですよ。ここがね、はい、でここをリンクにしたかったら1行だけ、1行だけ与えてあげれば OK です。よいしょ、ここの里の中の A ね、これに対してディスプレイブロックっていうことで、A はもともとインライン要素ってものになるんですけど、このブロック要素に変えてあげる。これだけでうまくいきます。はい、これだけでここが全体にメニューが広がります。全体に広がる、全体に広がる、全体に広がるね。画像付きの場合も一緒です。ちょっとやってみようと思います。はい、ここに画像がついたとするじゃないですかね。画像がつけます。アンオーダーリスト、リスト A で画像が入って、画像ね、で、この中に、まあ、H2 でタイトル、ちょっと見やすいように区切りましょうかね。リ A イメージ H2A が終わって、リストも終わりというのは、まあ、こういう風な形ですね。はい、
これがいくつか作りましょうかね。うん、1個でいいかな。はい。そうするとこんな感じ。ね。で、これが、よいしょ。CSS を一旦外します。で、見てみます。そうすると画像があってタイトルがあるんですけど、この画像とタイトルの間が、こういうふうにリンクが切れちゃう。ですけども、これも一緒です。これも、A タグ。ね。A タグに対して、ディスプレイブロックとかけてあげること、これだけでバッチリね。じゃん、はい、これだけで完成です。これだけでうまくいきます。で、最後、じゃあ最後にですね、こういうぐらいと同じようにちょっとだけデザインして終わりにしたいなというふうに思います。さてさて、どうしましょうかね、はい、アスタリスク、パディングゼロ、マージンゼロってとりあえず入れておいて、簡易的にね、はい、でアンオーダーリストに対してディスプレイフレックス、ジャスティファイコンテント、スペースアラウンド、はい、こんな感じですね。まあ、ここちょっと邪魔ですね。まあまあ仕方ないな。はい、でリストに対して、横幅をどうしましょうかね、200ピクセルね、はい、背景をグレー、薄い色にします。こんな感じ。はい、こっちも混ざってきちゃうからちょっと残念なんですけども、はい、でリの A に対してディスプレイブロック、今日のポイントですね。今日のポイント、ディスプレイブロックすることで全体に広がるよ。あとは UL に対してリストスタイルをなしにしてあげて、ね、こっちもそうですね。 A タグに対してテキストデコレーションをなしにしてあげて、で色をつけましょうか、ね、カラーをブラックか何かにしてあげて、はい、ここはもう完成ですかね。完成。はい、でこっちも完成って、もうこっちがちょっと変ですけど、綺麗にデザインできませんでしたが、こんな感じです。はい、あとはね、あー、そうだな、どうしようかな、これを画像のサイズとタイトルのサイズを変えてあげればいいので、よいしょ、リストの中のイメージに対して横幅 100% という風にしてあげればバッチリね、この中に入ります。はい、でこのスペースアラウンドが邪魔してるんですよね、きっとね。はい、じゃん、完成、完成、完成です。はい、ということで今回はこちら、こちらですね。はい、リンクできる範囲を全体に広げたいという時にどうやったらいいのかという内容をやっていきました。で、ここで困っている方はですね、まあ絶対というわけじゃないんですけども、ほぼほぼこのやり方でうまくいくんじゃないかなというふうに思います。で、ここのですね、よいしょ、リンクで囲う時はこういうふうに、こういうふうに囲ってあげるといいですね。 A タグの中にまあいろいろ入れてあげるとですね、やろうと思ってたことがうまくいくんじゃないかなというふうに思います。はい、これをね、こういう風になってたりすることがあるんですよ。こうね、ここが A タグがこうなってて、でここも A タグでこうなってるみたいな。はい、で同じ場所にリンクされてる、まあ、そういう風にされるんだったら A タグを入れてあげて、画像もタイトルも両方ですね、両方こういう風にね、A タグの中に画像も H2 も入れてあげて、それをまとめてね、リンクしてあげて、その代わり隙間が出るところはインライン要素だから隙間が出ちゃうので、ブロック要素に変えてあげることで全体がリンクできるっていうことをね、やってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。
ということで今回こちらですね、リンクできる範囲を全体に広げたいという内容をやっていきました。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも併せてご覧ください。